出発しまーす。やばいよ。大変長らくお待たせいたしました。本日は六甲有馬ロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございます。六甲山頂駅を後に有馬温泉駅までのおよそ12分間、皆様方を裏六甲の空中散歩にご案内いたしましょう。またフィールドアスレチックの上を通ってまいります。そのままの時は前後に少し揺れますので、お待ちの方はご注意ください。右手眼下に見えております樹林は、もみじ谷一帯で裏六甲の代表的なハイキングコースでございます。この地方では珍しい犬船林や渓流の道で、その名の通り秋の紅葉は見事なものでございます。こちらが真横の方にあって長立ってる山があります。あちらが六甲山の最高峰です。六甲山一番高いところで海抜931メートル。さあ、まあまあ遠かったな。行かんでよかったな。歩いて帰るやばいな、あれ言ってたよ。セロだよ、あやな、セロ。あやな時間の時やな、セロは。西はあやな、西はこれちゃんとしないものがどけ、どけ、下の方絶対無理。行きたい。